明日から始まる春の全国交通安全運動を前に出動式が行われました。出動式には道警の高速隊の隊員やネクスコ東日本の関係者などが参加しました。運動期間中、高速道路のサービスエリアなどで安全運転を呼びかけます。制限速度を守って、安全速度で、走行するようにお願いいたします。道警によりますと、今年の道内の高速道路での人身事故は22件と去年の同じ時期のおよそ2倍になっています。春の全国交通安全運動は明日から20日までです。